さあ始まりました、わろかわ美人チャンネル、本日初回放送です。はい、このわろかわ美人チャンネルとは、ワロップの女性出演者の写真を集めた人気フォトサイト、わろかわ美人との連動番組です。毎週金曜日の20時半から、毎回さまざまなジャンルの方の、女性ゲストをお招きして魅力にとことん迫っていく30分番組となっております。出演してくれたゲストの方には、放送後わろかわ美人に写真を掲載いたします。検索の際は、わろかわをひらがな、美人は漢字で検索してください。わろかわ美人で検索をお願いします。番組では、視聴者からのメールを大募集しております。ご意見ご感想またリクエストなどこちらに、お送りくださいませ。アドレスがメールアットマークワロップ COJP です。アドレスが MAIL アットマーク WALLOP.COJP です。これは出ないですかね、こういうの下に。メールアットマークワロップ COJP です。はい、お願いします。はい、で毎週こちら、わろかわ美人放送させていただくんですけれども、MC の私、誰やねんということだと思うのでちょっと紹介させていただきます。よろしくお願いします。お笑い芸人の荒ぶる神々馬場沙織と申します。普段は都内のライブ会場などでコントを中心に、やらせてもらっております。普段は男女コンビで相方が男性のいるんですけど、そちらといるんですが、今日は私だけこちらに呼ばせてもらって相方はお家でお留守番でございます。はい、そうやってピンの仕事も増えていくといいななんて思っております。ツイッターやブログなどもやっておりますので、そちら、フォローしてもらったり、ブログ見てくれたりしてもらえると嬉しいなと思います。はい、じゃあということで本日のゲストはこちらの方です。モデルを中心に活躍中の上野かえりさんです。はい、上野かえりです。はい、では CM を発散で上野かえりさんの魅力にとことん迫ります。お楽しみに。何をピールだろより、CM 前のうまい棒が気になってしまったんですけど、ですよね、ですよね。はい、じゃあさて改めまして、はい、ゲストの上野かえりさんです。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあすいません、自己紹介お願いします。はい、はいはい、皆さん今日も一日おつかえりん様でした。かえりんこと上野かえりです。初めての方は上野へおかえりと覚えてください。よろしくお願いします。そうだ、ミスワロップの、特別賞に選ばれまして、ミスワロップの押し上げていきます。毎月放送してます、見てください。なるほど。よろしいでしょうか。はい、最初ね、頑張ってこっちのカメラにやってもらってたんだから、うんうん、こっちが映ったんですよ。ダメだ。
あんだけ先ね打ち合わせしたのにね。いや可愛いんでいいと思います。はい、で上野かえりさんは主に、はい、モデルさんとして活躍して、まあ、一応幅広く、うん、いろんなことやられてるお方なんですよね、うん、はい、そうですね、はい、マルチにいろいろモデルさんと、うん、あとモデルと、はい、あとグラビアとか、グラビア、あ、まあ一緒ですよね大体。あ、そうです。一緒じゃない、ごめんなさい、ちょっと勘違いしてました。そう、ね、そう、あの水着とかの、水着とか、そう、新作モデル、あ、一緒か、うん、モデル結局一緒でした。でもね、グラビアの、そう、あのサイトのムービーとか出したりとか、あと、そう、なんかね、挑戦教、挑戦、あの、よくわかんない。なんか、なんかね、そういうサイトがあって、ゲームの、はい、あーゲーム、そうそうそう、はい、あの、Android とか iPhone とかのアプリのゲームのキャラクターとして出させてもらって、はいはい、そうそうそう、それでグラビアの、なんかこう、育てるみたいなゲームにも出てたりするので、あー、なるほど。そうですね。はいはい、育成ゲームみたいな。あ、そうそうそう、はい、グラビアとかね。あとは、6月から、はい、新しく歌を始めさせていただくことになりましたので、また広げちゃいますか。そうですね。どこ行きたいのか分かんなくなっちゃう。何がやりたいのみたいな。今もう作中でとりあえずなんかいろいろチャレンジしようかなって思って。いや、いいと思います。素晴らしいですね。はい、ではそんな上野かえりさんの魅力に迫っていきたいと思います。はい、はい、ではワロカワ一問一答。イエーイ。はい、というわけでこちらのコーナーでは今からかえりさんにたくさん質問をしていきます、はい、でどんどんいろんな質問をしていくのでこちらにテンポよく答えていってください。はい、準備よろしいでしょうか。はい、 OK です。はい、ではいきますね。はい、第1問、はい、お名前、出身、年齢を教えてください。はい、上野かえり、出身は東京です。28歳です。はい、では2問、普段はどのような活動をされていますか。そうですね、撮影モデルを中心にグラビアと6月から歌も始めます。はい、3問、普段での活動の、一番の失敗談などありますか。そうですね、あのよく転ぶことが多くて実は今も足の方に傷があります。モデルさんなのに。はい、4番、特技は何ですか。特技は、ちっちゃい頃にハマったけん玉です。おお、なるほど、珍しいですね。はい、では5番、これがなかったら生きていけないもの3つありますか。マシュマロさんとスマホとお肉です。うん、なるほど。はい、では、6番、私ってダメ人間と思うエピソードはありますか。そうですね、いろいろと本当に間違えまくる。なるほど、勘違いが多い。はい、では、7番、最近した自分の贅沢は。あ、この今日持ってきたうまい棒明太子味を棚ごと買いました。棚ごと。はい、では8番、1億円あったら何を買いたいですか。宇宙人、あ、じゃないです。宇宙人。宇宙旅行行きたいです。宇宙旅行ね。はい。9番、子供の頃尊敬していた憧れの人は。すごく頑張ってたお母さんです。10番、最近一番怒ったことは。あ、そう、この前洋服屋さんに行ったらちっちゃい子供がお母さんちょっとってやってたのね。それをお母さんが、うんうん、あんたはもううるさい、いらない子なんだからって言ったのにすごく激怒しました。確かにやっちゃいけないやつですね。ね、言っちゃいけないですよね。では、11番、異性に言われてショックだったこと。いろいろあるんですけど、はい、一番がちょっと脳みそ足りないんじゃないって言われたことですね。なるほど。はい、では12番、いい男の条件があれば3つ教えてください。そうですね、人に物とか押し付けないいいことと、うんうん、あとは女性とか子供とかお年寄りに優しいことと、うんうんうん、あとは約束を守ることです。なるほど。はい、はい、では13番、プロポーズはどんな風に言われたいですか。そうですね、すごいベタに、なんかこうシャンパンの中とかに指輪が入ってて、うん、おーみたいなのとか口に入っちゃう。花火で帰り結婚してほしいとか、うん、ああ、夜景とかね、すごいキュンってきますね。はいはい、なるほど。じゃあ最後の質問です。はい、明日地球が滅亡します、何をしますか。そうですね、マシュマロさんとお家でうまい棒食べます。はい、ありがとうございました。回し物じゃないですよ。いや、この点普通に好きなだけですよ、これ。いや、もう本当に最初お会いした時からうまい棒、うまい棒なんて、すごいうまい棒、会社の人かと。そう、大好きなんですよ。なるほど。ち
とさっきの質問をちょっと振り返らせてもらいますね。はい、かえりさん、うん、チロの失敗談がよく転ぶ。そうなんですよ。階段から落ちた。階段から落ちて、もうこれ、この傷。なんか本当の傷の話、7つの傷みたいになってます。すごい言われます、みんなに。いや、それ言っちゃいますよ。これやばいね。もう、てん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 。すごい、もうごまかしごまかし、仕事。モデル業も頑張ってます。もう本当にファンデーションとかで消して消しの手間とか直らないですもんね。本当にみんな言いますね。その北斗七星ですか。まあそうっすね。7つの傷あのここにある。じゃすごい逆にいい生かしていけないかなこの傷。いやもう消えますよね。そのうち消えますよねこれ。そうですね。いやもう早く消したいです。特技けん玉って珍しいですよね、はい、女子でけん玉。そうですね、うん、結構うちあの母さんが共働きで働きに出てたので、こう学童保育っていうのに行っていて、うん、そこでけん玉とかコマとか、うん、めんことかすごい習って、昔の遊びを習って、昔のですね。そうそう、はいはい、それですごく上手になって、で今でもマイけん玉マイけん玉はい、あの家にあって、たまになんか心が寂しい時とかけん玉やって遊んで思ったよりなんか孤独な人なんですかそういつも孤独に耐えながらけん玉をやりつつ、あ、うまくなったなとかなるほど、はい、でこれがなかったら生きていけないものが、マシュマロ、はい、スマホ、肉。はい、これ全部大半食いしん坊ってことですねじゃあマシュマロってあれですよ、犬ですよ、うちの。あ、愛犬ですよ。愛犬ですよマシュマロ、そうですよね。もうなんか食いしん坊キャラのことを思っちゃいましたけど、こっちマシュマロさんってあの白いチワワがいるんですけど、うん、うち飼ってるんですけど、あ、まあそれでしたもん、マシュマロ、マシュマロ見た目がそうなんです。マシュマロっぽいのでマシュマロってつけて、犬が大好き、犬が大好き、でもあの子がいないと生きていけないです。ますますやっぱ孤独な人だまずいですねこれ、まずいですね、どうしよう、大丈夫かなこの先なんでしょう、私ってダメ人間と思うエピソード、はい、いろいろと間違えすぎる。そうなんですよ、本当に勘違いすることが多くて、はい、この前も、はいはい、あのマシュマロさんを連れてお買い物に行ったんですよ、ペットショップに、はい、でドッグフード買おうと思って、うんうん、マシュマロってチワワなんですけど、うん、チワワ用の犬専門のドッグフードがあるんですね。あ、なるほど。あのシェパード用とかいろいろマルチーズ用とか、うんうんうん、でなぜか帰ってきて開けたら、うん、あのダックスフンド用の犬の餌を買ってきていて、じゃあお店の人もなんで言ってくれないのかなって思っちゃったんですけどお店の人がそのチワワ飼ってるっていう情報はいや連れてたので、あ、なるほど、そうだあんま気づかれなかったかもと思う。あ、そっか、他に飼ってるのかもっていうね。そうか、しかもそれ2回もやっちゃったんですよ1回学びましょう学習しましょう、はい、すいませんいいですね、子供の頃尊敬していた憧れの人、はい、お母さん。そうですね、はい、お母さんはやっぱりすごくお仕事も家事も子育ても全部頑張ってたの で、うん、ちょっと目指すべき。自分が大人になったらお母さんはすごい。そうですね、わかりますね、本当に。いや素晴らしい、素晴らしい、はい、じゃあちょっと質問の方まだまだ聞きたいこといっぱいあるんですが、ちょっと時間になってしまいましたので以上になります、はい、では CM の後もなんか、CM の後もまだまだ続きます。お願いします。うまいぞー会社の人ハロカー美人うまい棒明太味
はい、CM 開けました。なんか今のが CM みたいになってましたけど ね、 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 CM 来ないかな。うまい子すごい好きってアピールしてるから、ね、そうなんです、すごいこれ大好きなんで。うまい子の CM とかやってますかね、普通に。やってない、あ、じゃあ第1期生だ、私第1期生。もう頭の中ではもうなることに決定してる。ではどうでしょう、さっきのコーナーのアピールし忘れたこととかありますか、はい、大丈夫ですか。あ、うまい棒でですか。あ、うまい棒大丈夫です。あ、大丈夫です。みんな大丈夫です。あ、大丈夫ですか。うーん、あ、でも大丈夫です。私結構 PR しました。あ、分かりました。十分だということで、はいはい、先ほどでは、ゲストの上野かえりさんにご質問をさせていただきましたが、はい、続いてはこちらのコーナーです。はい、題してさおりに女子力教えてのコーナー。イエーイ。何このセクシーボイス。そうなんです。私はちょっと女子力なくて困ってるんですよ今日も。そのどうですか。でもこれすごいいいじゃないですか。この女子力高いと思いますよ。これで女子力じゃない。私ピアノ弾けますよみたいな。これ面白い。絶対いいですよね。芸人ですよこれ。いや、今日もほら雨だったじゃないですか、はい、だからもうちょっとね、ほんとごっつい長靴履いて、今日下半身映れたらこれいいだろうと思ってこんな感じしちゃったんで。わかります。でもそれ私も結構ほら、ね、このいやでも、まあ、ちょっと可愛い可愛い系のじゃーん。ちょっと可愛い感じ。ウエスタンブーツ的な。そう、でもこの下は傷だらけの足みたいな。あ、そうでした。僕と残念。そうでした。で、まあちょっとあのゲストの方に女子力をこう、私の女子力を上げていただこうというちょっと身勝手なコーナーなんですけど、はい、であのゲストの上野かえりさんは、うん、そのお肌が結構綺麗でいらっしゃるんですけど、ありがとうございます。なんか特別な秘訣みたいなのってあるんですか。うん、そうですね、私はすごい健康オタクなんですよ。あ、そうなんですか。はい、で、はい、いいと思ったことはすぐチャレンジして実践に移すっていうのがモットーにしてまして、うん、でサプリメントとかいろいろ多分あると思うんですけど、うん、薬とか、うん、そういうのじゃなくて天然の食品から取ることを重点にしてるんですね。あ、でも食事が食事がの方がね、なんか吸収しやすいらしいんですよ。そうなんですか、うん、って聞いた。サプリとかじゃなくて。そうそうそう。へー、なんかレシピとかあるんですか、こう特別性というか。なんかね、うん、私ね、一番女性ホルモンはどうやったらいっぱい出るのかっていうのをすごい調べて、うん、すごいすね。そう、私すごい女っぽい女性、あ、女性っぽい女の人、もう女性らしい、そう、女性らしい感じの体型とか、うん、そんな細すぎず太りすぎず、こう柔らかい感じの女性にすごい憧れていて、はい、確かにやっぱり出るとか出て閉まるとか閉まるっていうのをどうしたらなれるんだろうってすごい調べて、うんうん、なんかあの夏目ヤシっていうデーツっていう、夏目ヤシ、そうそう、はい、あのね、海外の結構高いんですけど、はい、ドライフルーツになってるもの、東南アジアとかエジプトとかだったと思うんですけど、はい、なんかクレオパトラとか多分そっち系の方が好んで食べてたとかいう、それがすごく女性ホルモンが上がるっていうのふうに聞いて、出るってことですかね、うん、出たりしてまったりそう、多分そう、食べたら女性ホルモン、うん、それが結構されるらしいんですよ。あと蜃気楼、あ、違う、楊貴妃が蜃気楼ちょっとオアシスもあるんですか。楊貴妃が、楊貴妃あのね、なんだっけ、あのね、あ、なんだっけ、なんでしょう、あ、忘れちゃった、ライチとか、あら、そう、ライチの他にさ、あの、ありますよね、あの、オレンジのこう、オレンジのよくドライフルーツになってるやつ、マンゴーじゃなくて、あ、じゃなくて、オレンジのオレンジの、あ、じゃあちょっと思い出したらまた言いますね。そうそうそう、それをやっぱりちょっとずつ食べたりとか、あとトマトは、うん、やっぱりその成長ホルモンっていうのを、うん、あのすごく増やすらしいので、夜、うん、飲むらしいんですけど、トマトジュースだったら、コップだったら、1杯半ぐらいで、トマト普通のこういう丸いやつだったら2個、うん、ミニトマトだったら18粒とか夜食べる、それを毎日続けるとだいたい3ヶ月から半年ぐらいで成長ホルモンっていうのが出てくるみたいなんですよ。結構やんなきゃダメですね。結構18粒とか。ビーバー1日にしてならずですよ。まあ確かに急に真面目なことだ。そうそう、確かにその通りですけど、うん、だからね、でも結構長いことそういうのに気をつけて、はい、今そうですね、でも私はやったりやらなかったりですもんね。私はなんか綺麗な、いや、まだまだこれ私もすごい、すぐ、はい、
飽きちゃう方なんでやったりやらなかったりでもそれ無理しちゃいけないと思うんで、うん、そうですよ飽きちゃうってね、うん、ほんとんライチ、ライチ、ローキーのフルーツはライチみたいですね、シミ防ぐってなるほどライチだってなりましたねありがとうございますライチだそうです、皆さんオレンジっていうのもあるんでしょうねあれ、なんかもう一個あったような気がしたんだけどないや、いろいろお話ありがとうございます私もちょっとそれ参考にさせていただきます、はいはい、では、続いてのコーナーに行きたいと思います、はい題して、女子力一発逆転イエーイ今の一発逆転言いましたかね、今すごいかっこよかったそうでしょ、このコーナーでは自分が 100% 悪い状況をいかに女子力の高さで回避するかという、うん、そういうコーナーになっております、大事ですね、はい私が今から出すシチュエーションにどう対応するのかっていうのを実際に演じてもらえたらなと思います、はい、大丈夫でしょうか、大丈夫です準備して、はいでお題がデートで遅刻した時かな、デートで遅刻した時の相手を怒らせない言い方です、はい、実際もうデートに遅れてしまって待ち合わせ場所着きました、うん、で彼氏はちょっと怒ってます、はい、でここで何を言うかっていうのをちょっとやっていただきたいと思います、はい、はい、でまあ私は彼氏役でちょっと怒ってるので、うん、はい、待ち合わせに遅れてきて、でこうなんか女子力の高い一言お願いします、はい、了解です、はい、じゃあ行きましょうか、はい、はい、まったく帰りのやつ遅えなぁ、うん、来てもらってお待ちぼうけなんで、ごめんね、おいおい遅いぞ、ごめん、あなたの夢を見すぎて寝過ごしちゃった、あ、こっちだったいや大丈夫です、合ってます、合ってますどうですか今の、なるほど、デートに遅刻したのはあなたの夢を見すぎて寝過ごしちゃったと、それ結構いいじゃないですか、確かになかなか ね、 ね、まあ、怒れない、怒れないですよね、言われたら、うん、あ、そっか泣きちゃいますもん、ね、じゃあしょうがねえなってそれで許さない男は男じゃないですね、男じゃないですね、なかなかぜひ使ってください、うん、女子の皆さん、ね、遅れたらあなたの夢を見すぎて寝過ごしちゃったで、そう最後にウィンクとかしたとウィンクどうですかね、ウィンクまでか大丈夫かなそれぜひババさんもやってみてください、カメラに向かっていや女子力私は私はやってみてくださいはい、いやいや MC はそれやらないよ、なんでしょうじゃ心の準備ができたらぜひツイッターでつぶやいてきますじゃあ次のいきますか、はい彼氏の誕生日プレゼントをあげる日を間違えてしまった時、はい、なるほど、もうこの時点で女子力低い気がするけど大丈夫かな、はい、じゃあ、まあ今日は誕生日じゃない、うん、でもこうあげるという感じで、まあじゃあ、はい、はい、お誕生日おめでとう、あ、今日俺誕生日じゃないんだけど、でも私にとってあなたの誕生日は毎日だからいいの、明日もあるよプレゼント、なるほどどうですか今のどうですか今の、いいのか今のほらあれ丸が出た、ディレクターさんも OK キュンキュン来ちゃってるって、マジか、やった毎日誕生日だよあなたの中で毎日彼氏年取ってきますよ大丈夫ですかすごい1年だろ1年でもすごいね、365歳歳にプラスされちゃいますけどでもちょっとキュンってきません、今のどうだろう、まあ、まあ実際毎日誕生日プレゼントあげるんだとしたら彼氏もプラスですからね、そうね、怒ることはないと思いますすごいすごいいっぱい物が増えちゃうね、そうっすよね、もう部屋がね、かえりちゃんグッズ埋め尽くされちゃいます、うまい棒で埋め尽くされる、あ、毎日うまい棒あげちゃいます毎日一日一本ずつ、まあ味変えてもらえればね、彼氏もまあ納得でしょう、うん、でもこの明太味がいいんですよ、明太味がいいんだ、なるほどね、はい、では CM の後もまだまだ続きます、
をお送りしてきましたワロカワ美人チャンネル、今日は上野かえりさんをゲストにお送りしてきました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや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 、で次回の放送は、6月13日の金曜日、ゲストは舞原すずさんです。MC は引き続き私荒ぶる神々の馬場沙織でお送りします。時間は本日と同じ20時半からです。ではそれでは告知がありましたら何か最後どうぞ。はいはい、そうですね、6月から歌手活動もさせていただきまして、ほうほう、初めて6月16日の月曜日、18時半から高田馬場のモノというライブハウスでモノというライブハウスで、初ライブをやることになりましたので、はい、ぜひ皆さん見に来てください。ホームページで予約ができます。で、いろいろ撮影会などもやってるので、はい、検索するときはひらがなで帰りのおかえりってググっていただければすぐ出てきますので、皆さん。ひらがなで何ですか？うん、ひらがなでもカタカナでも何でも大丈夫です。ちょっとやってみ、この前やったら出てきました。ああ、そうですね。なるほど。お願いします。はい、ありがとうございました。ね、さっき、番組始まる前に、カエリンって呼んでもいいよって言われたのにもかかわらず、すっかり忘れてました。一回も呼んでくれないなと思って。でもちょっとハードル高いですよ。じゃあ次。かわいい。あ、カイリンかわいいってちっちゃい声で言いました。ちゃんとマイク拾ってくれるの。届いてるかな、みんなに。いや、そろそろ番組終わっちゃうんですけど、なんか感想とかありますか？確かにあっという間でしたね。なんか荒ぶる神々でしたね。どんな感想ですか？いや今日ディレクターさんが、さ、バサシさんっていう名前、バサシさんだし、サダバサシさん、今日なんか馬尽くしの日、いや2つしかないすごくなんか楽しかったです。あ、よかったです、ありがとうございます。でも本当途中うまい棒しか、そう、うまい棒どうしようと思って、いつまで引っ張ろうかなと思ってめっちゃ考えてたんですよ。そういうこと持ってきちゃったしと思ってCM 来たらいいですね、オファー。そう、ぜひうまい棒、ね、うまい棒のぜひオファーください。会社の関係者の方ご覧になってください。ぜひ上野会長のCM に起用させていただいてということでいいのかな、こんな終わりで。お願いします。大丈夫かな。じゃあありがとうございました。来週もまたお会いしましょう。さよなら。うまい棒、遅かった